森さんのところにやってまいりました。雨が降っていますが小雨なので行ってみたいと思います。車がないので留守みたいです。洗濯物も濡れちゃいますが、お構いなしですね。これは、薪の杉の皮を燃やすためですね。あと、順調に育っているような気がします。郵便物を中に入れて、来週のどこかで竹を森さんのところに持ってきたいですね。見向きなところにある竹を、よし、結構降ってきました。今日雨なのでもうこれだけでおしまいです。天気雨みたいな感じですね。以上です。あとで持ってくる竹を、どの竹を持っていくか見せたいと思います。それではここは私が住まわせていただいているシェアハウスの芽吹ですが、今は小泉さんと二人で暮らしてます。そこの畑を通り過ぎて、ちょっと雑草がすごいですが、その先に竹が数本割っています。畝をまたいで、この今年出てきたこの竹を、この竹を森さんのところに次持ってきたいと思います。相当周り掘り起こさなきゃいけないので、涼しい時間帯に作業したいと思います。以上です。